はい、皆さんどうもこんにちは、リムと申します。本日もよろしくお願いいたします。はい、今回は男子の下着事情の第11回目となります。はい、いつもご覧いただいている方本当にありがとうございます。で、今回はね、前回に引き続きというか、またあの原宿のパラドックさんでちょっといい下着を見つけまして、それも今回は実用性の高いものとちょっとセクシー系のものと購入品の紹介をさせていただきたいと思います。で、特にね、ちょっと実用品の高い方は自身もあの初めて購入するブランドなので、その辺のちょっと購入してないね商品でおすすめできそうなものいくつかあったんで、その辺は画像でちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで、まずね、今回購入したその実用性の高い方のブランド、それがサムネでもちょっと使わせてもらってるこれ、エイソスっていう、その海外のそのオンラインショッピングのサイトらしいです。で、自身も全然知らなくって、このエイソスのオリジナルのブランドと他の仕入れの商品といろいろやられてるみたいで、まあその中にね、そのエイソスのブランドネームがついたオリジナルの商品もいくつかあると。で、実際そのオンラインのショッピングの方でも下着なんかも出てました。ただあの完全な海外サイトなんで、その英語できないと多分購入できないと思うんですよ。で、それが今回そのパラドックさんの方で、このエイソスのネームの下着で結構何種類も入荷していたので、その中のちょっと1種類を購入してます。で、こちらがサイズが S サイズで購入してまして、2420円で、前回もねちょっとお話をさせていただいたんですけど、海外のブランドなのでサイズ感がその日本のものとちょっと違うんですよ。それで、ウエストのこの平置きの伸ばしてない状態の実測が 34.5cm で、後ろ側の股上、これ26cm になります。これで S サイズなんで、ちょっとご自身の持ってらっしゃるものとサイズ比較をしていただくといいと思うんですけど、で、今からちょっと画像で紹介するものとかも SM 表示なんですけど、当然あの全モデルが同じじゃないんで、今の実測値はあくまでもちょっと参考にしていただけたらなと思います。でね、これわかります？サーマル素材なんですよ。これなかなかないと思います。いや、なんかちょっとカジュアル感、古着とかそういうのに合わせれるなと思って購入してみました。いや、正直ね、カジュアルなシンプルなブリーフにしては2420円でちょっと安くはないんですけど、あまりちょっと他のブランドさんとかでないやつなんで、これちょっといいかなと思いまして、ご紹介をさせていただきます。こちらに関しては色がチャコールとグレーで、モスに関しては自身が購入してしまったためこの時点で完売となっております。すいません。ただグレーも結構いい色だなって思ってます。チャコールか、チャコールの方がいい色だなって思ってます。で、サイズに関してはこれ S サイズのみの展開なので、今お話ししたサイズ感で合う方にはちょっとおすすめできるなと。あのパラドックさんってすごいたくさんのブランドやられてるし、結構特殊なデザインのものも多いので、その全モデルが S と M 揃ってたりってことではないと思うんですよ。まあもちろんすぐ売り切れてしまって表示が M だけになってるものとかもあると思うんですけど、その辺はねちょっとご購入いただくときに気をつけていただきたいと。これは確かにちょっと今売り切れてしまってるものもあるんですけど、このシンプルなねブリーフ、これがねちょっと色変わってたりして可愛いなと思ったんですけど、これもやはり今色があるのが小豆のみ、エンジですね。これで2310円。前にもお話したそのジョックストラップっていうね、ちょっと後ろが紐になってる特殊なものもあるんで、それ選ぶときにちょっと間違わないように、もちろんあの意図的に選んでいただく方はね全然構わないんですけど、気をつけていただいて、この前開きブリーフってやつですね、これが色がチャコールだし、すごく使ってもらいやすいんじゃないかなと。しかもポリエステルとスパンデックスなんで、化繊で結構サラッとしていて履きやすいはずです。で、これが2750円で、サイズがこちらは M のみで、日本サイズの L 相当ということです。この前開きのブリーフ、これ2310円で、色は今現在3色ありますね。ブラック、アイボリー、グレー。これシンプルだし値段も安いんで、あのブリーフあんまり履いたことない方でも
手を出していただきやすいんじゃないかなと思います。これもちろん海外サイトなんで、本当にそのオンラインで英語とかができて購入できる方とかは安く買えるのかもしれないんですけど、でも送料とかいろいろその考えると、そのパラドックさんは普通にね、国内のお店なんで購入できるんで、すごいありがたいなと自身は思いました。いや、興味のある方はちょっと、これ以前までなかったんで、他にもこんな形でちょっとLINE入りのものがあったりとか、これも2310円ですね。まあ2000円台前半であればね、そんなにすごい高いって感じでもないし、日本のブランドとも、その、いい意味でちょっとこう、荒い感じがして、非常に個人的にはそういうところが好きな部分ではあるので、その、あまりきっちりできすぎてないというか。なので、まあそんなところに興味を持っていただける方にはおすすめできるブランドの一つじゃないかなということで、今回、その割と実用的なデザインのものがたくさん揃っているので、ご紹介をさせていただきました。それから、今回購入したセクシー系の方です。まあ以前もね、ちょっと購入したことはあるんですけど、このシークレットメールっていう、フェイス中心のものが多いブランドさんになります。いや、これね、まあこれはちょっと本当に特殊なデザインになるんで、特に今回のこの購入したものに関しては、値段が2750円。まあ値段的にはそんな高くないんですけど、ウエストが平置き32センチ。あ、ごめんなさい。サイズが S サイズです。S サイズで平置き32センチ。この後ろの股上が15センチ。なので、かなり小さめになりますね。サイズも一応 S で日本の M ぐらいということなので、まあただあんまり大きく履く感じでもないかなと思いまして、このサイズで購入しております。で、後ろもちょっとわかりにくいかもしれないですけど、こんな形でまっすぐではなくって、ちょっとこう V っぽく、前も後ろも。なってるんで、非常にカッティングも独特だし、ほぼ全てがレースとメッシュって感じで、しかもこの前の部分にちっちゃなねバラがついてるっていうところで、非常にこう女性的なデザインのものの男性用下着という形になってます。これはちょっとバラもついてるんであれなんですけど、このバラがついてなくて2860円でレースのものでブリーフのもの、いや、これとちょっと迷ったんですけど、まあせっかくならここっぽいのにしようかなってことで、意図的にこのバラ付きの方で、しかも形も履いたことないものだったんで、こっちにしてみました。って言っても、以前購入したのも本当試着しただけで、このまだタグ付きであるんですけど、このフロントに紐が付いてるね、デザインの。まあこれも結構気に入ってるんですけど、やはりちょっとなんとなくもったいなくて履けなくて。そう、今回このシークレットメールの方に関しては、いや本当にレースでなんかフリルになってたりとか、あまりに独特なデザインのものが多いので、今をご紹介したレースの2860円のものとは、まあ結構おすすめというか興味のある方はちょっと選んでみていただけたらいいかなっていう感じですね。はい。どなたにでもおすすめってことじゃないので。いやでもね、このパラドックさんのやってるブランドの中だと、やっぱりこう、結構目の引く自身が好きな感じのデザインのものが多いんで、まあ興味のある方は、結構ね、ホームページもブランドごと分かれてたり、入荷ごと分かれてたりするんで、結構見ていただきやすいと思うので、興味のある方は、ちょっとこんなものも見ていただけたらと思います。はい。はい、ということでね、今回は、実用性の高い、このエイソスのブリーフ関連のお話と、そのセクシー系の方のね、ブランド、このシークレットメールのお話をさせていただきました。いや、またなんか、こんな形で、パラドックさんも含めてね、その実用性の高いものもセクシー系のものも、ちょっと面白いものを見つけたら、購入をしてなんかご紹介ができればいいかなと思いますので、ぜひね、チャンネル登録いただいて、また次回もご覧いただけたらなと思います。はい、ということで、本日もね、最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。